わ、うわ、あれすごいな、これ、あれうわあれ小倉さんいますか。ピーポーピーポーピーポー、なんだ釣り子さん、また忙しいのに、もういやちょっと今入ってきたらいやでもまああの背びれ2022新色が出るってことで、はい、ちょっと行きたいなと思って来ちゃいました。ありがとうございます。こちらでございます。うわー、背びれ出るよってのはなんとなく聞いていたんで、はいはい、ただ楽しみなのはやっぱり毎回のこのカラーいいでしょ今回もこれ、はい、これ全部新色、ね、新色です、新色、毎回新色ですから、あ、ね、毎回新色、店舗の方にはこのかも大量に今、そうなんですよ、これから今まあスイムチェックをして、はい、乾かして、はい、でパッケージングしてみたいな、あ、じゃあ今色を塗って一個一個ちゃんと動くか、そうそうそう、組んで、ちゃんとスイムテストしてペラの周りとかを見てで乾かして、なるほどですね、ちょっと一個一個ちゃんとやってますから、じゃあどっから行こうか、端っこから行く、はい、これね、ブルーパーチリフレクト、これね、ボディの中にこのオーロラのリフレクトが入ってて、はい、ちょっとこうなんだろう、昔懐かしいようなカラーリングなんですけど、はいはい、もう包んだかあの水、はい、クリアな水のところではこういうカラーいいかなみたいな、はい、まあ、ほぼまあ自分の好みでこれは塗っちゃってるカラーなんですけど、かっこいいでしょ、かっこいい、なかなかねこれもね人気がありますよ今、はい、はい、はい、これブルーパーチ、はい、次じゃじゃん、ブルーフロックリフレクト、ブルーフロック、背中にもちょっとカエル柄が入ってて、お腹は黄色でサイドはね粒々のホログラムが中にリフレクトが入ってる、これはやっぱりもうカエルが鳴いてるタイミングなんかで、そう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 、ね、いいよね、この背中のオールドな感じのこのフロッグパターンがたまんないでしょこれ、たまんないですね、このオリーブグリーンとこのカエル模様たまらん、そういうカラーでございます、はい、そしてじゃじゃん、世にも奇妙なね、ウクザリガニ、ウクザリガニですね、ウクザリガニブラウンクローリフレクトです、綺麗でしょ、キラキラと、はい、輝いて、そしてお腹はねやっぱザリガニカラーですから真っ赤っかに塗っときましたよ、これ今回のラインナップで見て、うん、あ、腹折れに当たるのはこの1本なんだなっていうことで、はい、すごい気になってるんですけど、結構これ渋いでしょこれ、でもあのテラガエビとか、うんうん、シントネガーとかで岸際で追っかけ回してる時とか、そうだよね、なんか超浅いところで来そうだ、でも背びれだからゆっくり泳ぐ、はい、水面で泳ぐ不思議なザリガニ、不思議なザリガニから不思議だなっつって食ってくるからね、なんだあれって言って、はい、じゃじゃーん、はい、これねこの中ではね、唯一クリア系のカラーなんですけど、クリアブルーノーズっていうカラーですね、はい、はい、これもね、ちょっと僕最近この行き出したサイコであったりとかシノコであったりとかね、はい、ちょっとクリアレイクで使ってみたいカラーかなみたいな、クリアレイクでここまでのそのボディクリアっていうのは何かやっぱり相性とかって投げ込んでいて、やっぱりね、そのね、クリアで、はい、あることによってちょっとやっぱりボケるというか、はい、はっきりくっきり見えるのがいい時もあるんですけど、ちょっとそうボケさせて騙すみたいなところもあるわけですよ、あとクリアってやっぱりね光るね、はい、反射して、はい、光が透けさせてぼやけて、でもこのプロペラのフラッシングは強烈に入ってみたいな、そうそうそう、なんだ不思議な存在、バスが見上げた時、香ばしいな、香ばしい、はい、これはこれいい、これちょっと、はい、はい、ありがとうございます、はい、次これ、はい、ヨアリワカサギ、これね、よくやっぱり春先とか、まあ、今時期まで続くかな、三条湖とか行くとちょっと産卵で弱った
ワカサギとか浮いてるじゃないですか、はい、そのね浮いてる時ねこういうカラーなんですよ。ほらちょっとなんか色が抜けたような、産卵でこうみんな上がってって、夜が明けてフラ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 もう弱っちゃってる、弱っちゃってるやつ、ね、こういうカラーなのよ。だから弱りワカサギ、そう弱りワカサギ、産卵後の弱っちゃったやつね。放送リザーバーとかでちょっとガチ勢の人はこれ要チェックな感じですね。そうですね、あのねワカサギのねやっぱり弱って浮いてるやつね、すごい細かい波紋をねピリピリピリって出しながらね、はい、弱々しく本当泳いでたりするんですけど、はい、その、ね、波紋がねこのやっぱり背びれのこのペラが出すこの波紋とねそっくりなんですよ。だからまあ弱ってるワカサギ、なかなかこのサイズのワカサギなかなかいないですけど、これはまあでもね雰囲気雰囲気雰囲気大事だから、これこれが一番釣れそうだ、ね、釣れそうだみたいな雰囲気大事だからね釣りはね、まあ、そういう感じ。はいはい、はい、続きましてこれゴールデンチャート、これね金のねゴールド、ゴールドのリフレクトが入って背中とお腹はねチャート、視認性がいい感じですね、この中ではね、はい、ちょっとやっぱりマッティな水であったりとか、はい、今ちょっと梅雨時で大雨バーって降って急な濁りとか出た時とか、はい、あと光量がねちょっと弱い時もこのねゴールドの反射板って結構いい実績があるので、はい、ぜひねそういうローライトでちょっと濁りが急に入っちゃったなみたいな時はこのね、はい、ゴールデンチャートおすすめでございます。前回もあのチャートギャングが一番人気で、うん、一瞬で売り切れちゃったなんてのを覚えてるんで、うん、こことかここら辺がチャート好きにはたまらなくて、はい、リアル系もありつつクリア系でウクザリガニがいます。ウクザリガニまあ今回もねちょっとバランスのいろんなね釣り場のことを考えたバランスで塗った6色になってます。はい、ありがとうございます。いいっす、これ全部やっぱりチェックするんですね、あんだけ泳ぎがいいから。そうなんですよ、ね、こうやってちゃんと出荷前にチェック、1本ずつこれね、ペラがね回るか回らないか、はい、正常に回らないやつはちょっと調整して、はい、お出ししてる、あちょっとねつけましてですね。あこれちなみにスナップのサイズで小倉さんおすすめ何番ぐらいまでがいいよって。そうですね、僕ねあの鉄板スナップっていうのを使ってるんだけど、はい、まあ0番はいをつけて、はい、あんまりね大きいねスナップとかつけちゃうとちょっと、はい、あんまよろしくないんですけど、まあ、こういう感じでほら、ね、あの出るこのゆっくり引いた時にちゃんとペラが回るかどうかをこうチェックするわけですよ、こうやって水槽。なるほど、あのこれ狭いなと思ったんですけど、この距離感でしっかりとチリチリ動かないと再生源ダメっていう。この長く引いてとかじゃなくて、このその動き出しで食べてくることが多いんで、はい、やっぱり着水点から動き出しでしっかりこうペラがこう回ってくれるっていうのが大事なんですよ。だからこの距離でペラが回らないようだとちょっとこう調整をしてちゃんと回るようにして、これを1個1個ですね、すべて、はい、出荷前にやりまして、はい、これね、これやり終わってるやつなんですけど、これをこの乾かし、はい、からパッケージングして皆様のお手元に届くということなんですよ。7月1日、はい、小倉さん、あの動画でよく、うん、いや結構備考欄とかにいろいろちゃんと書いてるはずなんですが、うん、どうやったら予約できるんですか、どうやったら買えるんですかってよく聞かれて、ビコーラのちゃんと見てねみたいなね、あの LINE スラックって、まあ、Google で引いてもらったら、はい、そのウェブサイトとか出てくるんで、そこをポチッとしてもらって、そうするとメールオーダーっていうところがありますから、そこでお名前とか全部住所とか書いて、発送方法とか振り込みにするのかどうするのかとかいろいろ選べますんで、それ書いてもらって、何が欲しいかを書き込んでもらって、あうちあのアナログなんで、あのピコンってメール入れたら受けたまりましたみたいな自動返信とかあるのかな今は、
分かんないけど、まあでも一人ずつこの一個一個ね、メール見て返信していくんで、ちょっとねすぐには返信できないんで、すいません。特に背びれの場合ね、めちゃめちゃ予約すごいんですよ。もう今こんないっぱいありますけど、もう一瞬で、まあ、店に今回も並ばないかもしれないですけど、まあ、予約段階でほとんど終わっちゃうんで、はい、これ欲しいなって方は、まあ、予約していただければもう確実に手に入ると思います。もしくは全国の取扱店で予約するか、取扱店の方もうちのウェブサイトの方に載ってますんで、家から近いところ探してもらって、お電話してもらうかメールしてもらうかで、ね、予約してみてください。はい、ありがとうございます。店に直接行って予約すればいいのか。そうです ね、近くにあれば、はい。でもこの浅草ラインスラックの場合は予約開始するよって、まあ、インスタグラムとかが分かりやすいですかね。インスタが一番いいですね、はい、はい。インスタで何月何日からこう予約開始みたいなのがいつも出てるんで、それが出たらすぐにメールを入れてみるっていう。メールありますから、ビコー欄にこう概要欄にこう LINE スラックのリンクがありますので、そちらからどうぞって感じで、あ、じゃあこうやって完成していく、ありがとうございます。大変ですか、ね、7月1日プラスチックルアーだなってみんな思うかもしれないけど、手間かかってますから、かなり。いや、だいぶかかってると思うんですけど、一個一個これね、水分チェックしてるのないからね。最近の釣りもなんだかんだ全部背びれだったんで、今回はちょっと争奪戦になるとは思いますけど、皆さん背びれ買えるかもしれないチャンス、もう間もなくですよ。よろしくお願いします。お願いいたします。小倉さん、忙しいところありがとうございます。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 はーい、5周年背びれに来ましたよ。ねえ、いい引きでしたよ。追尾からのね、一瞬取れたかな。いや、ほんとね、投げて巻くだけ。ああ、怒ってる。背びれ、大活躍です。えい、すごいね、後ろから追尾してきて、いい感じでちょぼっとね、吸い込んでくれました。だけど、ね、これしかないんで、今こんなゴライアスに自分で作ったヘビーアクションのロット、これで楽しんでます。
アクションでストップしたら、あーごめんね。